俺はいっぱい食う男、好き嫌いだけはない男。
よう DJ ということですね、はい、我々電気グループですね、このトマトバーは2回目ですね、はい、で前に出たのも1年ぐらい前かな、そうですね、うん、まだメンバーが違ってます、そうそう、はい、その頃はまだね、はい、メンバーあの彼がマリンになりませんでしたね、DMJK やりましたけど、はい、でまあその短いながらの電気グループの歴史を振り返ってみようか、はい、これは何ですか、これはこれまずデビュー当時ですね、はい、僕がデビュー当時ソニーのウォークマンのコマーシャルをやってた頃の、なるほど ねそしてそれしばらくしてからメンバーチェンジがありまして、はい、2人になっちゃったんですよ、僕たち。あ、なるほど、これが2人時代の僕ですね、これは何をやってたんですか、この頃はね、あのデスメタルを中心とした、ギターを持ってました、ね、そうそうそう、マラカスも武器も持ってました、人も殺せるっていうやつ、この頃の電気グループ、2人組時代の電気グループ、はい、そしてマリンが加入した後の、はい、はい、電気グループ、ねー、マリンが加入した後じゃないね、これ CMJK がいた頃、前回トマトフォーラムに出た頃ですね、はい、そして現在、今現在こういう形でですね、もう2人でも一寸し、あ、なるほどね、そうそう、この頃ですね、あの、三宅裕司とかいう、ゴムサメ野郎の番組に出た頃も、この頃でしたね、アマチュアバンドのみたいな番組に、そうそうそう、いろいろ出てましたね、そうそう、はい、トマトファームなんか全然いいな、全然いい、本当にトマトファームは来週から僕たちレギュラー出てようと思ってるんですけど、フランス料理っぽい、なんかトマトファームは黒い周りのこのクリームっていうクリームだろうですかね、横浜のその異国情緒あふれるっていうんですか、もうすごい、ほら見てこれね、こういう歌舞伎のメイクでこれからもやってきますんで、はい、一つよろしく、デビュー曲はお色で電気ビリビリ電気グループ、おう、古沢じゃねえか、元気でやってっか、うん、今あの向こうの田中